はい、関口鬼城さんの昭和焼け3歳、サイズが21センチです。お願いします。はい、これもバランスの取れた昭和です。炭の配置の位置がいいと思いませんか。まず顔の配置は綺麗な模様、そして炭のバランスの整った、そんな昭和です。はい、横です。今炭が熱くてちょっと引き気味ですけども、こちらも水温下がってくるわけにはですね、炭もっともっと上がってくるんじゃないでしょうか。紐用のいいパターンのいい昭和ですね。上手に飼っていただければいいかなと思います。炭もですね、まだ両手に元黒あります。尾っぽまで炭は流れておりません。まだまだ今このように薄いからといって、それはこの水温の高いせいであって、これから秋、夏、秋、冬となってきた時に大化けすることも十分あります。しっかり飼い込んでください。はい、そうですね。こちらも炭がバシッと決まれば品評会なんかでも遊んでいただける、そんな商売になるんじゃないでしょうか。そうですね、炭がもう締まってくるということは、この元黒もぐっと小さくなります。そして各炭がぐっと締まってくることによって黒くなってきます。そして白地も浮かんできますので、その辺も想像して飼っていただきたいと思います。はい、いかがでしょうか。こちら関口鬼城さんの昭和、サイズが21センチになります。ぜひよろしくお願いいたします。